こんにちは。今日からビーガン生活3日間という企画をやりたいと思います。これをやろうと思ったきっかけは、美味しいお豆腐屋さんでアソートパックを購入したからです。それがこちらです。4種類入っているので1つずつご紹介します。まず1つ目はこちら、豆腐の手羽先風です。こちらだけちょっとチキンエキスが入ってしまっているんですけど、ほとんど豆腐なので良しとします。今回は。そして次がもろこし豆腐。コーンスープみたいな味がするのかなと思って、すごく今から楽しみです。そしてこちら、究極の絹、美味しい絹ごし豆腐らしく、ここに大葉が入っているので、大葉は今日食べちゃいたいなと思います。足が速いので。最後に麻婆豆腐が入っていました。こちらお肉とかは特に入ってなくって、豆腐に麻婆豆腐風のソースが入っているものです。これも食べるのが楽しみです。あとは個人的におやつとして買ったのが、こちらのギラズ揚げとギラズ棒。こちらは小麦とおからでできたお菓子で、甘くなくてしょっぱい味付けなので私大好きで、あると買うんですけど、今回辛くなったらおやつで食べようかなと思って買いました。それでは1日目何を食べたのかご紹介します。どうぞ。1日目のお夕飯です。もろこし豆腐にライ麦パン、こちら乳成分が入っていないものです。そしてベビーリーフミックスのサラダ、ミニトマト、ごぼうサラダです。この量を食べてまだ足りなければおやつだったりフルーツを食べたいと思います。2日目のお夕飯はフレッシュネスバーガーでソイパティを注文して食べてみようと思います。今日のメニューは湯豆腐とトマトのバルサミコソースあえと、ご飯にごまをかけたものです。黄色のトマトがとても美味しかったのでリピートしようと思います。今日はひき肉の代わりに大豆ミートが入っている麻婆豆腐と、オクラのごま和えと、トマトとレタスのサラダをいただきます。